これね絶対ね、クラブはいいクラブなんですよ。クラブはいいクラブです、はい、プロのクラブですから、悪いクラブは絶対めっちゃいいクラブです、はい、でこれもこれこれもこれで、逆に嫌がらないでこのまま間ままスパーンと ABC の右のそうそうそうぐらいのつもりで思い切っていってます。よし、行ったんで思い切りますよ。もうあ、オッケー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 それあの目隠しのやつね。もうほんまにいや、ここでこれ予想以上に遅れ、もうそれでいい。もう一回行きましょう。ここ、うん、ここいけるいける。ちょっとここでおつけに行ったらダメ。もう一回同じぐらい。何が起きたんだ今。うん、こうね、うん、タッチね。そうそうそうタッチです。でこのこうほんまにこの間をこうほんまにもう抜くぐらいの感じ。あっち行っちゃう感じですよね。いや、あっち行っていいです、はい、今あっち行ったろうと思ったの、うんうん、あ、そう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 、いやこうしといて、あ、そう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 、なんで左行ったんだ、ね、もうほんまにあの山の方、今ので右には行かないっていうのがおかしい、もう、うん、おかしいな、よし、右行ったろう、おい、仕組みがわからないこれね、これ今うちのチャレンジ、遅れれば遅れるほどまっすぐ行く、うん、クラブを前出そうとすればするほどもう体が開いてみるこれかあのね、皆さんね、これ寿司プロね、やってくれるだけありがたい。だ普通やれない、ね、自分のイメージともう全然違う未知の世界のことをやれるかって言ったら、今もうほんまにもう空振りするぐらい、普通一発目みたいになりますよ。なります、なります、こんななります、なります、あ、合ってんのか、こうなってくるイメージはここに当たる、合ってる、よし、おかしいな、けどあれがちゃんとまっすぐ、よし、これは隣には行かないですね行かない、おかしいのはなんでかな、これを外す作戦か、うんうん、これで当たり、いわゆるもう右に行くとか左に行くとかっていう種類のスピンは全くかかってないんで、うん、さすがに真ん中には当たんないですね、まだね。あとは慣れてきて、この間が空いてる気持ち悪いのに慣れて、そのまま自分のパワーをカーンといけるかどうか。今まだ半信半疑です、まだね。でも、分かりますよ。あの、ありえないことがもうずっと起こってるから、はい、それがあれなんでやろうって考えるのは、もう皆さんこれ当たり前ですからね。こうしてる人がこうやって打てって難しいですね。難しいです。難しいです。よし、ところが、うん、で、こうでしょ、タッチ、うん、こういうことね、いや、たまつな、やっぱり、うん、うん、これね、だん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 打った球が自分が今までこういう風に打ってたものが何もせんと球がただ単にまっすぐ行ってきたら、だんだん洗脳されてくるんです。いや、バカなんかみたいな。それでいいです、単純に。確かにあの1球目より打てるんじゃないかって気になってきて、うん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 、意外とすごいすごい、いい球いい球、意外と右に行かないと、うん、あとはね、はい、来週違う
これやばいでしょ。ちょっと慣れてきた、ね、少しそう、うん、やっぱり今まで操作して調節してたものが操作これだとできない状態です。全くね、親指ないからこれじゃそりゃ不安になります。こんな不安な状態ないよ、うんうん、今なんかここで指ブリッと外れたもん、うん、ブリッて、うん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 、でも普通外れたらそうどっか行っちゃうでしょ、うん、行かない。おかしいよ、おかしいな、どこ、うん、これもあの帰らないからね。例えばここで親指があってこういって帰るときってこの親指を中心にターンするから左だったらこっち行ってます。ところがこれ抜けてるからこのまま行くからちょっとヘッドが前に行ってもそんなフックするようなあのスピンになってない。おかしいな、不思議な現象が。あれやっちゃったよこれ、うん、これ出ちゃったよほら、うん、ちゃんと。いや、いいたわ、いいたわ、いいたわ、そういわ、やっぱり、うん、これも今全力で何かしようと思って例えば全力でグッていこう思っても親指ないからもう何もできへんでしょ、ね、何もできへん、はい、ってことは思い切っていけるからこれを保ちつつこうやってここでクラブがスッと抜けた時に持ってくるんじゃなくてあの動画で言ってるこの左サイドをこっち持ってくる。そう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 、あもう分かった、もう今始まってたんですか。始まってたのか。始まってたんですよ、素で打ってたよ。そうこれ、そう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 、これ僕これできますよ。そうそうそう、うわこれもう知らんよ俺も。どうだ、そうすごい球やな、それそれ。ほんなら何もいらんす、パッて構えてね、こうやってプリンってしたらこっちしか来ない。プリンってしますね、うん、じゃあ、うん、そうか、なるほど、これだったら俺多分いける、うん、全然、放物線の頂点の近くまで球こっちこっち行ってへんからもう多分あの範囲ぐらいしかいかへんです、絶対に。まあ僕はあんま曲がらないタイプなんでね、うん、いやいや隣さんいや行きましょう。でもね出てたのがスライスで良かったですね。そうですか、フックで出たらこうやっぱこう手が入ってるからスライスの間に、直すのが一番いいです。おいこれとミックスですね。そうそうそう、これね皆さんねほんまにあのこれできるいうことはだいぶね山本道場見てますさあ皆さん参考にしてください。そうそれそれそれ早くついていや素晴らしい。これはちょうど分かりました、うん、ね、これ無理っていうのとこれのミックスでそうもうまっすぐしかいかない。もうこれじゃ言うたらあかん、これじゃ言うたらプロの感覚すごいからほんま。そう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 、ほいで、あ、ちょっと右出たないときは右に出るのはこれ効いてるからいいです、ね、で出たなっていうときはここから理想はこの位置に向かってこっちが入ってきたらいいけれどもちょっと行きながらここで入ったときはちょっと右、あ、だからこの幅ね、この幅左サイドが入ってくるのが左寄りでカウンター入れたらちょっと右寄りに出るけど、こったら右ってことですね。あとはそれを逆にこっちサイドで砂漠の利用して左からフェード打ってもいいです。よし、別にこっち側で、そう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 こっち側で、そう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 、左サイドで合わせてちょっとあのフェース右に向けといて打ってもどフェード打ってます。おお、そう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 、フェード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 、そう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 、ちょっとこのフィニッシュがちょっと五木師匠みたいなっていうか外人、外人、外人です。それ僕の顔が外人っぽいからじゃないですか。ね、それもあります。あ、それもあるないないない、いやパワーすごいよ。パワーはもうほぼないです
おナイス。これ楽ちんだな。いやこれこれみんなすごいよこれ。すごいすごいすごい。さすがプロですね。力いらんな。うん、あとは筋力鍛えて自分のエンジンガーッと上げたら、はい、またまだね46歳。若いもんには負けない。うん、若いもんねもっと力入れてるから。うん、ちょうどいい年頃だな。そう。ちょうどいい年頃とかしな。あこれだったらクラブの恩恵を受けそうだな、ね、自分でやってない感じが。そう。それが何もしないってことか。そういうことなんです。よし、いつきに追いつけ追い越せだな。あもう全然曲がるくせえ。オッケー、はい、せーの、おーおーえい。この握りづらいグリップでなんか慣れてきた。これ今日1です私。すごい、もう慣れてきた。うん、やばいな、これでスライス出るようになったらもうすぐ来るな。スライスしたらすぐ来ますね。はい、これこうか。ああがあのぐらいだからいいな、うん、スライスしてないですからね。うん、強いな、強いわ。球がもうここで見てたらぐしゃー言うてるから。うん、うん、力は僕全然入れてないです、うん、これが一番僕のやりやすいです。やばい、これどこまで行くねよ。これめっちゃ楽、ね、なんかここで終わりみたいなやっぱ練習もしたんですよ、ここで、うんうんうん。でもその前にここで終わろうもでもボール当てたいからちょっと行っとんですよね。ああこっちから来ない。それがやっぱ野球のバッティングをやっぱりやってるからこっちじゃ全然当たらないから、それはまあ体感的に知ってるからね。そう、オッケー、ありがとうございます。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので登録の方よろしくお願いします。やめろ、